おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、シャープ112113です。はい、113です。前回、2回にわたってご紹介しました AGP のアタゴがこちらです。はい、一応今回カンコレシリーズとして、今のところ出てる稼働ものですね。で、ご紹介していきたいと思っております。はい、その第2弾、一応こちらすみません開封済みになってしまうんですけど、今回フィグマですね。フィグマの、こいつです。じゃん。はい、入ってないんですけど、わかんないと思うんですけど、島風です。はいはい、島風です。横裏一応、はい、上と。で、一応こちらあれですね、フィグマで出たカンコレシリーズ第一発目ですね。これから一応ちょいちょい展開していくと。で、今のところは、その AGP とミクロマンで出てるやつと、そちら買ってないんですけど、それとフィグマ、こちらでは、今のところキャラは全部被ってないと思います。そこまですみません、詳しく調べてないんですけど、一応被ってないと思います。だから全部揃えれば全部いけんじゃないっていう感じかな。とりあえず本体です。はい、じゃん。ちっちゃい島風です。はい、ぐるり一周。もうこの辺とかね、やばいよね。この背中のこれも取れます。取れますって言っちゃっていいんだっけ。確か取れるはず。あ、取れる。動くんで取れます。取りませんけど。はい。で、一応可動としては、足は、もうスカートって言っていいのっていうぐらいなんですけど、ここまで開きます。足は、干渉物、まあ、実際短いんで、これぐらいかな。足はこんだけ曲がります。あと、ここで、はい。見えづらいと思うんですけど、まあ足こうやって曲げてるといいかな。ここ肌と二層の部分のここの赤と肌色の部分でロールで回りますと。はい、首はまあ後ろ髪をもうちょっとやれば、上こんだけ。はい、下はまあそこそこと。肩は干渉するものはないので、そこ回りますね。腕はここまでと。で、手首は200番以降なので、今までの100番以前のやつと違って、腕、ジョイント、手首となっておりますので、結構フレキシブルに動きます。前髪も、軟質パーツなので、そこまで干渉せずという感じですね。はい、ちょっと置いておきます。では、アタゴさん、さようなら。はい、では一応ここに付属品置いてあります。一番奥にいつものベースとアーム、まあ、これ持ってきちゃうか。はい、それと大切なものを手元に置いてあった。一応背中にこういう、ミサイル環境なんとも言えないね。五連装魚雷らしい説明書です。まあ、パーツのいつものセットと、裏にこういう連装砲ちゃんの大中小とこういうのがあるんで、こうつけますよというのが載ってます。その五連装、魚雷、それがこちらです。ここにジョイントがあります。こちらと先ほど背中にあった穴を接続します。そしてこれが、こっちが下ですね。一応そして髪の毛で回避させて、ここに、まあ、ある意味差し込みますと。で、私のやつもそうなんですけど、ここ球体でつながってるんですね。ここの先はボッコなんですけど、これ棒なんで、ここ刺すんですけど、この根元、こっち側の五連の方は、球体のジョイントで、非常に私のやつ硬いんですよ。他の人も硬いかもしれないので、破損注意ですね。そして、ここの穴と、いつものジョイント、フィグマのアーム、こちらで、まあ、接続して、
こう立たせてあげますという感じですね。はい、一応こんな感じで、ここに替えの表情2つ、こちら映るかな、中波顔と、左目線、あ、落ちてった。そして角度変更用のパーツと、予備の手首ジョイント1つ、そして手首ホルダーについてある他の手首と、ここの奥のクリア3つ、これがすいませんね、実際4つなんですよ。こういうことなんで、これが一番でかいやつが、はい、ここで出てきました、でかい連装砲です。これはね、抜けないんだっけ、あ、抜けないんだね。はい、これでかいやつです。首、ボールになってるんで動きます。砲塔も動きます。そしてこのでかいやつを使って背中にこうプチッと入れてあげることで、こちらの連装砲ちゃんこうスタンディングしますね。次、中くらいのやつは、首が硬いんですけど横に回ります。で、あと手も動くかな、動かない、あ、動かないね、動かないです。で、砲塔も動きません。そしてこれは先ほどの真ん中の中くらいのやつを使ってあげると、こう立たせることができます。ラスト、ちっちゃいやつ、はい、このちっちゃいの、こちらも首が稼働して一番小さいやつをつけてあげると、こう立たせることができます。はい、一応付属品関係はこんな感じですかね。そしてもう一つ、説明書のこっち側、背中のその五連装魚雷、こちらと接続されるためのちっちゃいパーツがこれと、見えますかね。はい、それを使うのはこの一番ちっちゃいやつ、ベースからよいしょと、一回入れたらね、抜けないから困ったもんなんだ。こちらとこちらを使いますと。そしてこの島風のピントが合わない、この穴にこう取り付けてあげますと。したらここでこうやると、背中の連装を5連装の方にこう乗っかってる感じで、一応最後にパッケージの、まあ、ある意味これに近い感じ、まあ、これにしようかな、これ狙ってポージング決めて終わりたいと思います。そのために脇に抱えさせられるためのこの平手がありますので、右手のジョイントから外して、まあ、取り付けますと。はい、付けました。で、まあ、こうやって小脇に抱えさせるんですけど、こちら脇に抱えさせられるのがこの中くらいの連装砲ですね。こちらをこう持たせてあげると。で、一応これ長時間やったらもしかしたら色移りするとかあるかもしれないので、その辺はご注意してください。パッケージ通りだったらこっちにしないと。よいしょ。して左手も平手にしよっかな。よいしょ、こんな感じ。じゃあラストカメラで寄ってみましょう。一応ここに島風と、まあ旧読みなんで
逆書きなんでゼカマシになってますけど、島和です。この短期間で軽く組んだ感じではなかなかよく、まあ、ポージング取れたんじゃないでしょうか。可動は優秀なので、いろんなポージングやってみてもよろしいんじゃないでしょうか。それと今後フィグフィックスという形で、こちらの島風の中波形態で、固定に近いようなやつが出ますので、一応こちら中波顔もあるんですけど、実際の中波だと服破れてるとか、ダメージがあるんですけど、そちらが再現されている、フィグフィックスという形で出ますので、そちらが発売されたらまたこの島風と、合わせてご紹介したいなと思っております。一応これでフィグマの方の、フィグマの、島風ご紹介終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。